最終ラインで島川です。樋口、飯野入れ替わってドリブル縦に仕掛けていきます。飯野七瀬折り返し、いいボール、先制しました。サガン鳥栖流し込んで岩崎、いや久しぶりのゴールじゃないですか岩崎。まあここで1回止まるんですけど、アウトサイドでクッとかわす、そこからもう縦に勝負、まあ、あとは抜き切らないうちにクロスを入れましたよね。ちょうど旗手の股間を抜いて、あとは狭いエリアをすごく抜いていくようなボールでしたけども、岩崎も背後に回りながら左足のインサイドで流し込む、素晴らしいゴールでしたね、はい、シーズン初ゴールになります。先頭から島川、一度下がって飯野、シンプルに坂井、見事2対0。いやーすごいクロスでしたし、今日これでチャンスメイク飯野2つ。そうですね、まあ、このボール素晴らしい。でこれも山村の最後にいながらボールが上がる時に中に入ってきてるんですね坂井は、はい、でそこからこうすらすようなイメージで外に流していくような、ボールのこのスピードも素晴らしいですし、まあ、このヘディングもなんかプレミアみたいな感じですよね、はい、まあ、パススピードがあったからこそこう合わせて角度を変えるだけ、はい、変に振ら